2万、最も世界を賑わせているセレブパリス・ヒルトン。目覚ましテレビの噂のショービズスペシャルでは毎回いろんな噂でお騒がせ、もはやレギュラーと言ってもいい存在。そんなパリスが今週来日、その目的というのが、そう、 CD デビューのプロモーションのため。パリスの実像に迫る絶好のチャンスでもある。そこで今週はパリス・ヒルトンに04勝負。来日中のパリス・ヒルトン、今日記者会見を行うということなので生パリスに会ってきます。いろんな噂が飛び交うパリス・ヒルトンは、ご存知のようにあの大ホテルヒルトンホテルを営むヒルトン一族の血を受け継ぐ世界的セレブ。ファッションモデルから女優まで幅広い活動を展開し、彼女自身も年間10億円以上を稼ぎ出すスーパーウーマンなのです。胸ワクワクで会見場に着いた遠藤、しかし相手はあのお騒がせセレブ。時間通り姿を現すわけもなく、本人の到着が、少し遅れました、関係で、スタートは、しております。申し訳ありませんけれども、あの状態でお待ちください。待ちくたびれてこんな姿の取材陣も。そして35分後、ようやくパリスが登場。青いね、会見がスタート。しかしその内容は、I'm so excited. I've been working so hard on this album. So it's a really important part of my fan base. And I just...10年後、20年後はどういうこと？10 years from now and 20 years from now, I'll definitely have a family with kids and... 予想を裏切る優等生発言の連続。しかしこんな話じゃ物足りないと思っているところで、単独インタビューの許可が出た。さあ行け遠藤。ってことで、遠藤玲子がパリス・ヒルトンの本当の姿に迫る、エンジェル遠藤の噂にアタックこの後、世界のセレブパリス・ヒルトンにあの噂の真相を直撃しますよ。あのパリス・ヒルトンに単独インタビューで、パリスを待つ遠藤、実はスタッフが知恵として出していた2つの質問が、大の買い物好きのパリス、すでに日本で買い物は済ませたの、マリリン・モンローのお墓の隣にヤギのお墓を買ったという噂は本当以上2つの質問にパリスはどう答えるのか。そこへパリスが登場。しかし遠藤の頭をよぎったのは、先ほどの記者会見での司会者のコメント。これ結構大事なんですけど、バイデンに関する質問、これはもう変な質問はしないんですね、以上をお守りいただけないと、お届けしないということです。今回は音楽関係の質問に限られている。でも聞くしかない、行け遠藤。 You wanted to become a singer since you were little. It's just really indescribable. I'm just so excited right now. What was really, well, I thought when I heard your album, you should have become a singer way before. I was just always a little bit too shy and I don't know, I just didn't really have the courage to actually go sing in front of strangers. 順調な滑り出し。でも本当に聞きたいのはそれじゃない。そこで、こらえを見計らい直撃。まずはこの質問。Well, you said you were here for 8 times in Japan. Yeah. And you said you love shopping. Yeah, I went to Shibuya 109 yesterday. I love it there. 109? Yeah, it's cute. Oh, wow. What do you buy there? Everything. Just anything. Really cute fashion that you can't find in America. 8度目の来日ですっかり日本通のパリスは、スタッフに行き先も告げず、渋谷や六本木でプライベートのショッピングを楽しんだ模様。しかしこの程度はまだ序の口。本当に聞きたいのはあの話そう、昨日の噂のショービズで紹介したマリリン・モンローのお墓の隣にヤギのお墓を買ったという噂、これって本当？ちょっと聞きにくい質問だが、ズバリ聞いた。すると、And you know, in the music video, you had the gold dress, kind of like Marilyn Monroe. Thank you. Actually, about Marilyn Monroe, I heard about how you recently bought a coffin right next to her coffin. Ah, hi, わかりました。やっぱり止められた。ところが、
Americans? That's not true. Oh, that's not true. No, is that that's just completely silly rumor. False? Oh, that's very okay. That's so silly. Oh, really? あの噂はなんと嘘だった。答えにくい質問にもきちんと答えてくれたパリス。最後にはこんなことも。Well, I was mentioning later before how you know you're a singer and you're a model and you are an actress as well. But if you were to say your profession in one word, what would it be? Singer. That's my passion and what I really care about. And everything else I just do either for business or for fun. Oh, so singing is not just about business. You. もうお騒がせセレブなんかじゃない。パリス・ヒルトンの新しい姿に期待しましょう。あー、やった。もう今回はとにかくアーティストとしてのパリスを見てっていうアピールをされたんですが、でもやっぱりカメラが回ってないところではこう夜の予定のこととかすごく気にしたり、まあ、その夜の予定のおかげでインタビュー時間も20分から10分に短縮されたので、夜の予定優先なんだ。ずっとそのことを気にされていて、まあ、そういったパリスらしさっていうのはまだ、ね、アーティストになってもね、しかも女性とかいろいろ、まあ、それかららしさからしさじゃないか分かりませんけど、インタビューしててあまり表情のない方なんですね。そうなんですよ ね、 ねこれはびっくりしちゃう、ね、クールというんでしょうか。笑わないしね。そうなんですよ。ちょっとローメンっぽい。それってなんか機嫌があまり良くないのかなっていうふうにも見えたんだけど、まあ、もうプライベートの話をちょっとでも、ヤギの話もですね、ヤギっていう言葉が出た瞬間からもう違う、それは嘘っていう話が彼女が先に言い出した。飼っていたかどうかも聞きたかったんですけども、ヤギとかいうちょっとキーワードが出た瞬間だから、その噂は知ってるんだと思うんですね。相当意識してますね。しかもね、ヤギって言葉に敏感でしたね。キーワードヤギだ、ゴトだ。でもなんかチラッとバックに映ったホテルはヒルトンホテルじゃなかったですね。はい、違いました。それもちょっと面白いなと思いましたけどね。ウェスティンでした。ウェスティンでした。以上、見たもん勝ちデラックスでした。